はい、ミートトファインの雑白です今回は「ライジンディケード大晦日か勝敗予想見どころ紹介」についてです。6試合カードが発表されました。で1試合目が平成の売れないプロレスラーこと上田美京選手 VS キム・テインの選手です。キム・テイン選手はなんとロード FC のヘビー級チャンピオンで僕はちょっと詳しくは知らないんですけども、まあ、韓国人選手でかい選手多いのでかなりその中でチャンピオンになってるってことは あとロード FC は打撃結構変調型のファイター多いので打撃でバンバン来るので逆に極真王者の上田めきよ選手は相性としてはいいと思いますでここで勝つことによって、まあ、日本人トップそして世界へとは見えてくると思いますただここであっさり負けるようであれば 今後やはり日本人選手はダメだなということになってしまうのではないでしょうかで上田選手蹴りがうまいんですけども前蹴り、ミドル、膝蹴り ただ、これはもう分かってしまっているので、逆に、前蹴り、ミドル、膝蹴りというのは、もう分かっていれば、そこそこ対応できます。で、疲れます。ですので、上田選手がどんどん蹴っていって、それをキム・テイン選手がわざと出させて、体力を奪ってからのテイクダウンなのか、パンチの攻撃なのか、ということでやっていけば、僕はキム・テイン選手が勝つのではと思っています。 まあ希望では上田ミッキーですけども実際はキム・テン選手ではないでしょうかで2試合目アニマル浜口と思ったところ八千地くんどうがいきなり入場してきましたなんとデビュー戦の桜庭大成選手桜庭和樹選手のジュニアと戦うみたいですこれやる前からも結果見えてると思います、まあ、言うても日本のトップクラスの八千くんどうとデビュー戦の桜庭大成選手これ MM アマチュアもやったことないんじゃないかと思うんですけどもまあ無謀と言っていいのではないでしょうか ただ、桜庭和選手、もうスターです。なぜスターか。もう奇跡を奇跡を奇跡を積み重ねてきたのでスターになりました。そして強かったんです。見た目は弱いけども、実際強いっていう。これで桜庭大聖選手が、まあ、勝たなくても、善戦すればスター候補として、プライド世代のファンがつくのではないでしょうか。谷内君どはもう、ジー君どの洗脳にやられ、で、川口んどにも振られ、で、今度は有馬の浜口んどうに、まあ、すり寄っておりますけども、厳しい戦いになるかもしれません。で次に ピーマン、ヤーマン、テマン、VS、ダウトベック選手です。ヤーマン、ピーマン、テマンはオーソドックスで、まあ、打たれ強く喧嘩が強い。いわゆる近距離でのフック、アッパーが強い選手。で、ダウトベック選手はサウスポーで、まあ、上下の打ち上げで、長い攻撃、ストレートが、ストトもストレートも強い選手で、距離感が抜群です。長い距離感で戦うダウトベックス選手と、近い距離感で戦いたヤーマン選手。 距離の取り合いとなると思うんですけどもどうしてもヤーマン選手は中に入らないといけないので被弾はしてしまいますでダウトベックの打撃まともに1回でも被弾したらもうその時点でダメージがすごいものになるんで、まあ、相性的にはもうダウトベックがかなり有利ではないかなと思っていますですので、まあ、希望でもダウトベック実際もダウトベックが勝つのではないでしょうか、まあ、というのもライジンフェザー級戦線、まあ、クレベルシェイドライフノジモフケラモフうーん 何何モフもふ、まあ、いますけどもグラップラが多いんでやっぱりそこをこじ開ける外国人でもいいのでストライカーがいてほしいのでダートベックの成長を見てみたいものです次に我らの高パンシン VS エドボロキングですこのエドボロキングなんと 2m 以上身長あるらしく体重も125というこれ世界的に見ても125ナチュラル選手なかなかいません前線のジョン・ジョーズも 108kg ぐらいしかなかったので もうエド・ブローキング、フレームでは世界最高峰と言っていいでしょう。ただ、ブレイキンダウン出身なのに関わらずトラッシュトークしないので、ちょっと、もうちょっと頑張ってほしいなと。MC ハマー的に打ってもいいですし、で、負けたら、エド・ハルミのあるでもいいですし、何かしらできると思います。で、タカパンシンはアメリカ修行中らしいので、ここでタカパンシンをすか勝ちするようなことあれば、エド・ブローキング選手、一気に上がると思いますが、僕はまあどっちもルーキーというか、まだまだ MA メーが浅いので。 まあ言うてもアスリートだった高パンシンが勝つとは思いますし、勝たないといけない試合だと思います。はい、次5試合目。我らのサラクボチャンネル、VS シェイドライフ選手です。まあ、サラクボチャンネルは、斎藤豊さ見事に KO 勝ちし、で、連勝してたどり着きました。相性最悪のシェイドライフ選手です。で、シェイドライフ選手も、チロルチョコ武田を秒殺したように。で、サラクボチャンネル、寝たら死ぬって言ってましたんで、多分死ぬでしょう。さすがに一回も組まれないってことはないので。 あの高橋涼吾選手、木下空ラ斉斎藤豊選手、全部、まあ、言うてもストライカーです。で、ストライカーが組もうとして組めなかった、で組む前に組み相撲で突き放したりしてたですが、シェードライフ、ゴリゴリの多月間なんで、余裕で組めます、もうレベルが違いますのです、寝たら死ぬって言ってましたけど、触られたら死ぬのではないでしょうか。で、頑丈なんで、サラコーチャンネルの、まあ、三日月とか、すごい威力なんですけども、一発、二発ぐらいじゃ効きませんので。 聞く前ににも距離に入ってしままうと思います。ですので僕はまあ希望でもシェードライフ実際もシェードライフ選手が勝つのではと考えています次に6試合目アンポンタムキア VS ライアンガルシアこれもどうなんでしょうかねあのー、確か7 0キロぐらいの体重で試合すると書いてましたけどもライアンガルシアスーパーバンタムとか言ってたんで多分63ぐらいでやってるので体重でまあまあハンデガルアンポンタムキアただキックボクサーで体重が重いで 体重が軽い専属のボクサーということなんで、まあ、勝負論はまだまだ、多少あるかもしれません。で、しかも2分8ラウンドで3分やるつもりないってことは、まあ、ライアン・ガルシア、多分そんなに本気じゃないです。パッキョウみたいな感じかもしれません。観光じゃないですけども。ですので、勝負論は結構あるかもしれませんが、どうでもいい試合です。なんかブレイクダウンのアホな人がこれでいい試合したら世界的にアンポンタのルキアは名前売れるって言われてましたが、売れません。 はあ、ただのユーーーチュバがいしとところで、となります。エキシビジョンなんで、ね。ってな感じで。まあ、希望は、まあ、ライアン・ガルシアが勝ってもらって、アンポンタンのキきやわ。ーチューバーではなく、あと2、3人ぐらいしか強い時期はないので、頑張ってキックボクサーとしてやってほしいものです。もう、叩く相手いないので、まあ、あたりで、最後頑張ってほしいものです。あとは、まあ、実際もライアン・ガルシアが言うても勝つんではないかなと思ってます。 まあ、アンボータン・ルキアの長い手足をかいくぐって懐に入ってパンチを効かす。でアンボータン・ルキア結構腹弱いんです。あのー、ノエリ選手に、 慶応負けしてましたけども、腹を狙われると結構厳しいので、8ラウンドのうちにどんどん蓄積して、最後も、まあ、ボディフックでやられちゃうのではないでしょうかで。ボクシングマッチ3試合あるって言ってたんで、僕はまさかまさかの朝倉美くんとおしゃべりくさるらこのしょうもないボクシングエキシボンバッチで、どっちもしょうもない試合して、両者、リングアウト負けになるのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週土曜日6時から六本木のハブで、ゾウのオフ会無料でやります。全員プレゼントしますので、ぜひ来てください。 6時から7時半ですが、あの、二次会してほしいという人がいたので、まあ、ちょっと延長もしますので、最初から来れなくても来ていただければと思います。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。